武器リクエストコーナー。昨日 X で軽く募集したらとんでもない数来たのでやってみようと思います。今回やっていくのはイグザミナー。リリースされた瞬間環境入りとまで言われたこの武器なら余裕っしょ。そこにいるの分かってるのに全く当たらないんだけど、じゃあもういいや関高台の方狙おう。なんで上がってくるんですか。もう私学んだ。ゴールドは上がってくるのね。わかりました。ああはいはい、ハンコなら真正面から打ち倒せば勝ちでしょ。うわー逃げんじゃねー。なんでみんなフルチャージしたら逃げるんですか。そんなに逃げられたら一発も弾が当たらないんだけど、フルチャージ完了で目の前に敵がいる。これは絶好のチャンスだ。やった。人生少しは余韻にしたらゼロ。そもそもロースピナーの人たちってどうやってエイムしてるんですか。依頼する能力が備わってないとこの武器扱う資格ないですよね。人知を超えたエイム力と敵の未来を予測する力。この2つに目覚めないとスピナーは使う資格ないですね。それさそうとして。現世紀の神タンクで鉄砲を葬り去りたい。そろそろ話すことがなくなってきたのでダイジェスト終わり。今まで応援ありがとうございました。もう二度とイグザミナー使いません。結論、スピナー系無理。武器リクエストコーナー。あれ記憶消し飛んでますか。昨日 X で軽く募集したらとんでもない数来たのでやってみようと思います。今回やっていくのはトライストリンガー。強化されてなんか強くなってるらしいからいけるっしょ。この後ダイジェストになるんですね。わかります。皆さんやったろう。この先トラスト使いの人を非常にイラつかせるプレイが展開されるので、イラつかないメンタルがある人だけご視聴いただけると幸いですとレイムよ。おいっす。そんなレイムの介護に連れ回されてるマリサだぜ。そんなわけでやっていくのは忌まわしき金魚台のエリアです。スーパーラインマーカーを私に提供してください。このステージのイメージそれしかねえのかよ。大丈夫です。そうすれば私世界91位の実力者なんで。どんだけこれこするんだよ。一般ピーポーが100ケツに入ってるんだぞ。歴史的異様だろ。こすらせろ。肌白くて綺麗ですね。トラストこそ全然使ってないですが、メガフォンレーザーはそれなりに使ってるからね。毒付けにして逃げ場をなくしてあげましょう。X に何の恨みがあるんだよっていうぐらいめった打ちにしたな。エリアでは X の生存は負けに直結するので絶対倒します。我々の塗り能力では本当に毎度脅威になってますね。逆に X に勝てる塗り能力がそうそういないだろ。塗りの速さだけで言えばワイコラに圧倒的分配が上がりますが、それでもやっぱり X の安定性とは比にならないですからね。うわぁ、全然当たんねえ。もういいや、単発打ちの方が強い。立ち回りとして不細工すぎる。でもいいのよ。味方のイグザミナーからナイスが来てるんだから。というかこれワンパンできるなら密着してぶちかませばいいのでは。あ、そうか。私はそんな人外レベルの反応速度持ち合わせてなかったわ。多分どんだけトラスト上手い人でもあの状況は無理だと思うよ。というか上手い人ならバリア内に突撃しに行かないと思いますよ。完全にプライムだと思ってた。プライムでもおかしいだろ。冷戦から撃ってた方が断然強いっていうことは分かりましたわ。ただそうなるとエイム力めっちゃ必要だからきついわね。お、あの人ならやれそう。完全に見逃しちゃった。この下突っこ抜くぞ。嘘がつけない下をプレゼントされちゃう。国王国の圧巻勢じゃないです。よくわかったなおい。おい何漫才してデスしたところスルーしてんだよ。あまりにも見にくかったので非公開となりました。ダメだダメだこの企画はレイムが慌てふためいてるところが見たいんだから。そしてダメなプレイしてるところを上から偉そうにマウント取りたいんだから。性格悪すぎるだろ。っていうか誰か入ってんのか。うわ無理だ。一旦引く。そこを私が顔出して、削ったところを交代。よくやったぞ。もうダメだったならもう一発入れてもよかったんじゃね。この後に及んで苦言を呈するな。一気に3人削れたからエリア取って打開は成功かな。残りの1人がどこいるのかは全然わからんのだけど、普通にエリア内にいてビビりました。逃げの反応速度速かったな。結構いいところまで追い込めてる気がするんだけど。あ、逃げてった。いやどこ潜伏してんの。大丈夫だ任務は必ず全うする。X は絶対に無視してはいけない。あ、でもボムコロは無茶です。機動力ないからほんとボム飛んでくるだけでしんどいわ。ラインマーカーも投げてるだけでしんどいっていうサブにならないかな。意味は寝てみろハゲ。トルネードで背中が安くされてを繰り返されました。まるで背中の皮剥がされたみたいな感覚だ。それをプ主がリアルで見た夢の話だろ。背中の皮剥がされて血みどろで殺される夢を見ました。ほんと精神科医って、そんなこと言ってる場合ではありません。相手にめちゃくちゃ入られて打開しないとピンチです。いや待ってもうトルネードを打てるようになったの。逆にこのタイミングで相手に使わせたのはラッキーだ。一人ずつ着実に落としていくぞ。よしよくやった。ご苦労。マジで役に立たねえなこの弓。ひとまずウルトラ威嚇しておくからその間にエリアを塗ってくれ。プライムの数倍塗りが強いトラストに任せておきなさい。2発刺さったわね。メガホン吐いてポイズンで足止め。よし、塗りのトップを落とした。X を落とせまずいマリサの背中が。任務は全うした。あとは頑張るんだ。ダメだチャージショットマジで当たらん。単発で打った方が強いわこれ。あ、なんだトラストってチャージしないで近接戦闘が強いのか。ゴールド使え。だったらもう全部単発で打った方が強いじゃないか。わざわざ当たらない球を打つくらいなら詰めちゃった方が断然いいわ。チャージしないと射程短い、のことを大きい声で言っています。あ、後ろから完全に誰か来てる。でもいや X を不幸にするためだけにこの人定しかを、今のピョッチャー当たったの地味に上手だったのでは、数打てば1回くらい当たるっしょ。全然褒めてくれないこの人。エリア周りに結構敵がいるが地味にカウントは止まってないんだな。シコラがエリア内で暴れてるのが結構怖いかも。大丈夫やっといた。あとさっき私が倒した X も戻ってきてるかも。大丈夫やっといた。若葉と一緒にやっといた。知らぬ間にウルショがどんどん上手くなっている。よし、カウントもリードしたし前線張って抑え込み行くぜ。私も一緒に行っちゃおう。よしよくやった毒付けマシン。もう一人回り込んでってるわ。背後が取れてるなら私に負けはない。奥に UX が鬱陶しいな。じゃあ私がヘイト買っておくからその隙にお願い。ここならポイズン刺さるでしょ。なんだこの完璧なまでのポイズンサポートは。なんで今までメイン打ってたの。アホ押し込んで終了。やっぱり私って周りの味方をカバーする能力に長けてるわ。多分相手からしたら史上最悪にうざいポイズンだったと思う。というわけでなんやかんやでサブしか使えない私なのでした。それじゃあ2戦目いくわよ。ルールもステージも全く同じ。金目鯛でガチエリアだぜ。それじゃあトラストが使えそうという希望を胸に、何の動画かわからなくなりそうなのでプライム使っていこうと思います。というのは置いておいて本音は、ラインマーカーを投げられないストレスがすごくて長続きしません。ガチの末期患者。正直前まではラインマーカー以外のサブを使うことって、縛りプレイからの解放っていう感じでマジで最高の気分だったのよ。それこそプラコラとか使った得点か無敵だと思って使ってたわ。サブがな厄介なのはさすがにさ。でも今40ダメージっていう火力を手に入れた弾になったので、そこから打ち漏らしや味方へのカバー性能がズバ抜けて高く、それができないことへのストレスが尋常じゃないほどでかいです。結局1年使ってたどり着いた答えがそこなんだな。あ、そうそうラインマーカーの解説の話ですが、割と需要があるみたいなので制作をちょっと考えてます。ただ先にいくつか注意点を挙げさせてもらいますね。注意点というか解説では触れない内容がいくつかあるのでその話をします。まず一つはステージごとの表示の話について、多分これを知りたがってる人が大多数だと思いますが、これについては紹介しません。なんで紹介しないのか理由は様々あります。一番の理由としては定点からラインマーカーを投げる行為が基本弱いからです。もちろん強いシーンも存在しますが、かなり限定的で実中ハック全般行為です。馬鹿にしてるわけではないのですが、ラインマーカーの解説を見るような人がその限定的なシーンを判断できるとも思えず、さらにその限定的なシーンを紹介しても理解ではなく誤解をたくさん招き、当てる技術も未熟なため本当にインクの無駄になりやすい。その結果投げない方が強いとか投げてるだけの戦犯と言われることになります。また、強い場所というような紹介の仕方をすると、本当にそこから投げることしかしない人が続出することを私は学んだので、強固時については一切紹介しません。逆に私のプレイで定点に居座ってひたすら投げる動画なんて、パート89でやってた時ぐらいしか存在しないと思うんですが、なぜかずっと固定放題してると勘違いをよくされてる気がします。私はずっと前から言っていますが、特定の場所からひたすら投げ続けるということをするのではなく、味方の位置、敵の位置、地形などの情報を頭に入れた状態で、自分のためではなく戦闘中の味方のカバーのために使うのが最も強いです。だから3連投よりも以下即積んだ方がラインマーカーが生きるという話をしてます。また、マーキングあれば助かるだろうと投げる人も多いですが、シカーテ以外はほぼ味方に何の助けにもなってないと思いましょう。あともう一つ注意点がありまして、これはめちゃくちゃ多いんですが、ラインマーカーのコツとか練習法についてです。そんなものありません。というか知りません。じゃあどうやって今のレベルになったのかと聞かれても、1年間毎日投げてたら勝手にこうなりましたとしか言いようがありません。なので使いこなしたいのであれば1年間使いましょう。もちろん他のサブを触ることをほとんどやらずに1年です。サモランはもう多分半年ぐらいまともにプレイすらしてません。と、このように使いこなしたいのであればとにかく時間以外は何も語れないので、コツとかそういう話は一切しません。というかできません。強いて言うんだとすれば、敵を見つけたらレスクル合わせて R をしましょう。せいぜいこのくらいです。楽してラインマーカーの強い使い方を得得しようという時点で間違ってます。そういうつもりで解説は作りますのであしからず。というわけで人生の中でもトップクラスの神ムーブを背景に警告でした。絶対実況した方が良かったよね。というわけで試合自体はマジで神展開でした。こういう時こそ真面目な実況するチャンスだったのに、何かを創作する時は意見のすり合わせが大切ってところで今回はここまで。次回もこんな調子でやってるから、また遊びに来てくれると嬉しいぜ。この動画はどうだったかな？良ければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でも会おうぜ。バイバイ。